はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、今回ですね、前回はこちらのバポラム遺跡ですかね、こちらを、クリアし、クエストをクリアしたんですけど、その、クエストをやっている途中に、イベントダンジョンの、主演のバルキリーがオンしましたので、そちらをですね、今回は、チャレンジしていきたいと思います。限定オーブとかですね、なんだったっけな、このなんか翼がもらえるみたいですね。パワーアップなどに非常に必要なんでしょうね。ひとまずプレイしていきましょう。はい、まず乙女の翼ですね。交換できるんだ。このつなぎでしてますね。なるほど、この翼で青のオーブと交換できるんですね。はい、では行ってみましょう。最初の1回はですね、スタミナを消耗しないみたいです。はい、これはファイターをクリア、加えてクリアしないといけないです。ファイターって自分はファイターじゃないか。ここでファイターに絞り込みます。プカプカレオ、プカプカさん、レオさん、ナウさん、どれ選んでも一緒でしょうね。まあ、楽勝で勝てる相手だと思います。おー、なんか、セクシーっていうか、天使なのかな？ブロス度が高い。しかも、なんか、リーチの長い斧持ってますね。繋いこなせるっていうんだから、やばいやばいやばい。危なかった。チェーンが切れるところでしたね。なかなか、強い相手です。油断しちゃダメです。はい、次にチェーンをつなげていきます。強いですね。今ね、19チェーンですけど、スノーライターな、あんまり決まらんみたいやな。今21クラスター、少しずつダメージ与え始めましたね。どうするんだろう。クリティカルアップ、バルキリーの力が解放されていく。なんだ、もう撃っちゃいましょう。お、警戒ですね、これ。倒しました。ちょっと悲鳴が聞こえてきますね。なんか嫌な悲鳴。スポチップクッキーってなんだ？はい、マルキリーの翼ゲットです。はい、クリアしました。はい、続いて乙女の祈りというのがあります。プリストを加えないといけません。プリストどこにいるんだろう。
英雄ニョッキ、あ、自分のじゃん。よし。これで、プリーストに、が、二人体制で行きます。体制になると、回復もしやすいと思うんで。ですね。やっぱり命大事かもしれないな。もう自分も回復させます。そういうふうにして剣をつなげていきます。さすがですね、プリーストが2人いると回復も早いです。いろんなものがアップして解放されていきますね。あっと、チェーンが途切れちゃった。やば。復活させましょう。ちょっとこの時点で死んでるようなきついですね。高さが気をつけないといけません。強いですね、なかなか。今かなりヒットポイント減ってきました。もう少しですね。悩ましいですね。回復させましょう。使ってですね。さあ、早く倒しておきたい。あーっと。もうかなり AP が減ってきたぞ。
せないのか、もうちょっとなんですけどね。あ、倒しました。でもこれなかなかお強敵だわ。あー、戦闘不能にさせないっていうのは条件ですよね。もう一回行ってみましょう。今度はベストメンバーで。これどうかな。とってもクリスト日記体制って良かったと思うんでね。あ、攻撃は最大の防御なのかもしれないです。お、なんか疲れてます。勝っちゃいましたね。さあどうだ。おー、パワーアップです。しかしなかなかあの好みのタイプではありますね。ピンクの髪に露出は高い服、羽要素。羽要素ってなんか分からなかったりしますけど、なかなか苦労してますね。何も知らせないことが目的なんで。もう少しですね。死なないように死なないように。あーっと、モーションが大きいから簡単にやられちゃうな。そんなにモーション多くないんですけどね。なんか炎だけモーションがすごい多い。なんだ今は。なんか鳥になって、あ、倒しました。結構ニョッキが危なかったんですけど、知らずには済みましたね。これでアイテムをゲット。そして、これで、戦闘不能にさせないをクリアしてパワーステーションストーンゲットです。この時はウィザードを加えてゲットですか。といってもね、相手がね
やっぱり強いということで、今はしんどいですね。ちょっと交換できるものとか見てみますかね。ダンベルか、ダンベルがなぜか交換できなかったりするのが、これが7個まで増えてますね。すごいですね、このゲーム。では、セブンスリバース、これで終わりたいと思います。またですね、こちらに、ツイッターとかですね、ブログもやってますので、アクセスよろしくお願いいたします。またですね、関連動画、動画プレイリスト、なども、この後流しますので、アクセスしに行って、いろんな動画見てください。はい。見ていただきますと、はい、非常に、アクセスの伸びて、評価も変わってきますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。またですね、チャンネル登録していただくことを、していただいて、が大変嬉しいなと思います。特にですね、ゲームをやっているチャンネルの方など登録していただければすごく嬉しいです。またですね、
登録してほしい、自分のチャンネル登録してほしいという人はですね、掲示板に書いてください。必ずですね、私のものを、チャンネル登録してくださいね。はい、その上で書いていただければ、はい、見に行って登録いたしますので、そう、ユーザー数を増やしていきましょう。はい、それではまた次回、お会いしたいと思います。はい、ゲーム動画で行こうでした。バイバイ。